円州鉄道2000系電車とは、円州鉄道が1999年から運用を開始した通勤系電車である。2001編成は、同年4月5日より営業運転を開始し、現在に至るまで増備が続いている新形式であり、2018年8月現在も派、2000系2001から2007区派2100系2101から2107。 K14 両が在籍する。形式称号の2 0 0 2には21世紀に向けての新型高性能電車の意味が込められている。車体構造は1000型とほぼ同様であるが、制御装置に円鉄発となるイベット素子を用いた VVVF インバータ制御を採用した。制御装置、主電動機ともに三菱電気製であるが、従来東洋電気製造製の電装品を 主に採用した煙鉄にあって、三菱製の伝送品の採用もまた初のことであった。制御装置の VVVF 化に伴って、低使用制度に改正制度が採用され、省エネルギー化並びにメンテナンスフリー化を実現した。基礎ブレーキ装置は型押し、式ユニットブレーキが搭載されている。その他、パンタグラフにシングルアーム式のものを採用したほか、 空気圧縮機は2段圧縮単動水平片にシリンダが搭載された。土平装置は電磁空気短気統計庫平保安装置を用いている。車内設備も概ね線型に準じているが、客用扉窓の固定支持方式が H ゴム固定から金属枠固定となり、扉窓が若干角張った形状に変更されたほか、座席モケット色も変更となった。また、 バリアフリー対応として区派2100系の乗務員室、後部、助手席側が車椅子スペースとなっており、当該部分に座席は設置されていないことから模白派で座席定員が異なる。2007編成には監視カメラを設置している。2001年に増備された2002編成より運転機器が従来の主管制御機とブレーキ設定機が別個となった通販ドル方式から それらを一体型としたワンハンドルマスコン方式に改良された。さらに2008年に増備された2004編成においては、制動装置が純電気ブレーキ仕様に改良され、制御装置も三菱製マップ -124 から 75V187 に変更された。2012年に2005編成が増備され、2012年10月23日より営業運転を開始した。 2005編成から台車の軸箱指示方式が従来の円錐積層ゴムバネ式から軸量式に変更となった。2000型運転台2015年に2006編成が増備され、同編成は車内の案内表示機が円鉄電車発の液晶にパネル式となった。2017年からは2003編成と2002編成にも液晶にパネルが取り付けられた。また、 連結面の全周ホルモ従来の赤からグレーに変更となった。本形式も線形同様に、末尾道番号の模白派で2両編成7本を蘇生し、4両編成運用時においては、本形式同士のほか、線型との並結運用も行われる。ABC 鉄道ファン1999年6月号、円州鉄道に線形、P84。ありがとうございます。